原理の概略図。髪型から遠直に電波してきた光が完全な平面波であれば、レンズレットアレイによって集光されて、等間隔のスポットとなる。図のように波面が乱れていれば、位相の勾配に応じて、スポットの変異が生じる。レンズレットの働き。シャック・ハルトマン波面センサとは、イメージングシステムの特性を評価するための光学機器。発祥光学系の波面センサとして、 広く使われている。焦点距離の等しい小レンズを多数格子状に並べたレンズレットアレイを備えている。それぞれのレンズレットが集合した結像点の位置を格子センサによって検出する。センサがレンズレットの幾何学的焦点面に配置されており、高度が均一であるなら、増重心の位置は、破面勾配の面積分に比例した分だけ変異する。 このように破面の局所的なティルトをサンプリングすることにより、いかなる位相収差を持つ破面であっても、近似的に再現することができる。ただし、シャック・ハルトマンセンサが測定するのは、破面の勾配のみであり、破面の不連続な段差は検出されない。このセンサは1900年に、ヨハネス・ハルトマンが作った、ハルトマンマスクを改良したものである。ハルトマンは、多数の穴が開いたマスクを、 大型望遠鏡に組み込み、光学系に沿って、それぞれの光線を追跡することで画像の品質を評価した。ローランドシャックとベンプラットは1960年代の後半にマスク開口部をレンズレッドアレイで置き換えた。シャックらはハルトマンスクリーンという呼び名を提案していた。その基本原理はホイフェンスよりさらに古いと見られており、 オーストリアのイエズス会に所属した哲学者、クリストフ・シャイナーによって書き残されている。シャック・ハルトマンセンサは、天体望遠鏡や顕微鏡の補正用として、あるいは複雑な屈折異常を矯正する、角膜手術の事前検査用として用いられている。またプラズマ中の電子密度測定に応用された例も、ある。2010年代の初め、パンプローならは、 眼球レンズの周差を測定する逆シャックハルトマン系を開発し特許を取得した。通常のシャックハルトマン系ではレンズレットが前ン面に作る光点列の変異から破面の局所的な勾配を測定するが逆シャックハルトマン系では光点列が高解像度の端末ディスプレイに表示されそれをユーザーがレンズレットアレイを通してみる。ユーザーは画面上の光点を操作して 眼球内でスポットすべてを重ねる。光点のシフト量から極律半径などの一時パラメーターが推定でき、それによってデフォーカスや球面収差による誤差を見積もることができる。臨床工学で用いられるシャックハルトマン系。網膜で反射したレーザーが光源の役を果たす。眼球を通過して出てきた光は多数のレンズレットによって就合され、センサー上に 画面の形に応じたパターンを作る。逆シャックハルトマン系。ディスプレイ上に表示される交点は、レンズレットアレイを通ってから被験者の網膜で結像する。被験者は網膜上の交点が一つに重なって、見えるように画面のパターンを操作する。ありがとうございます。